柳奈々役の大久保ルミが、毎週7のつく日にさまざまな企画にチャレンジする7チャレ。今回はこの方と一緒にお届けします。こんにちは、中村っす軽い、ありがとうございます。こんなウェブでやるやつでしょ。そう、あれ緩くていいんじゃない。そうなんですよね。なんたってこれね、もう本当に私がただただ、チャレンジをしていくというちょっと何とも言えない番組でございます。もう見てるだけって聞いたんですけど。いや、そう、そんなちゃんと協力していただいて、まあ、はい、でもやることは見るだけだから見ようによってはものすごくド S な人に見える可能性が、ね、はい、いやありますが、ご褒美みたいな仕事で頑張ります、はい、じゃあということで今回は、はい、中村さんをお迎えして行うチャレンジをまず発表したいと思います、はい、ナナムチャレンジです、うん、中村さんが演じる小野寺京也といえば、はい、不老不死という、無敵の能力を誇っております。そういえばそんなんでしたね。なので、今回はですね、思わずリアクションを取ってしまいそうな7つの事柄に対して不老不死で無敵な小野寺京也のようにノーリアクション、無ですねを貫くことができれば成功という企画に私がチャレンジします。結構リアクションはでかい方なのでちょっとあんまり向いてないんだ。そうです、こういうゲーム。あんまりっていうか全然向いてないんですよね。だからこそやるんだね。そうですね、確かにできないからこそ。これがなんかね、もう鉄仮面みたいな人だったらね、はい、比較倒れだもんね。そうですね。ということでは早速7チャレスタートです。はい、では中村さん、最初は何でしょうか。びっくり箱に挑戦です。おお、これがびっくり箱です。これびっくり箱、はい、なんか普通になんともない。もう開けるだけ、開けるだけっぽいですね、うん、いきますよ。はい、はい、バツ。第一回目バツ。これ何？これなんか虫っぽい、なんかがゴキブリですよ。気持ち悪い、無理二個目いきますか。そう、いきましょう、いきましょう。7つもあるから。そうなんですよ、7つもあるからね。全然こんなん実質やってないようなもんで、まだ1個目なんか、まだそうですよね、はい、僕が読み上げるダジャレを聞くというチャレンジになります。これはもう大丈夫、はい、ただダジャレは僕考案じゃなくて作家です。あ、なるほどなるほど、わ、はい、かりました。ではお願いします。あ、やべえ、今日俺が豆板醤作る。豆板醤、豆板醤、豆板醤。これ俺が悪いんだカンペ見てやるんだから一緒に見てるじゃん。でも俺が言う場合が豆板醤、当番じゃん、なんだ。まあ、次、はい、じゃあもう次で、次のお題もお願いします、はい、臭い瓶、臭い瓶開けて、はい、人鍵したら即閉めてください。はい、スタッフも死ぬんで。え、そんなに？らしいよ。まだ全然、まあまあ、なんとも。じゃあ行きますね。だから声出したらもう負けよ。あ、そっか、そうですね、うん、リアクションしたら無だから。負けてんじゃないのこれはい、ブー、閉めてるじゃん。そうですね、よかった。次お願いします。俺と人形の会話を20秒聞きますこれと僕は会話しますから聞いて、聞いてもらえますか。こんにちは。こんにちは。元気？元気。ふーん、君はな何の動物なの？何の動物なの？カーバ。バツだそうです。これオウム返しなのね。違う、めちゃくちゃ遮ってくるじゃないですか。遮ってるぞ。俺喋ってる最中にこいつ。じゃあお次何ですかね。はい、番犬ガオガオを起こす。苦手なやつ。起こさないようにするゲームなんだけど、これをもうあえて起こすことによってそれに対する反応を見ると。はい、これはもうだって来るの分かってますからね。分かってるよ。いきますよ。あれ？あ！あなたに驚くよ。もう4つ×ついたんですけど、でもなんで2回目やろうとしてんの？私のせいじゃないんです。なんだけど、あれ、誰か止めて。ゲームは続きます。そうですよね、はい、次、はい、足つぼマットの上を歩く。モデルのように歩ききればもう僭越ながら、はい、素足で行かせていただきます、はい、います。
大丈夫です。全然大丈夫だった。全然大丈夫だった。全然大丈夫でしたね。次、風船次元爆弾。いやー、本来は風船が破裂したら負けよって言ってこう渡しっこするゲームをずっと抱えてもらいます。一人で、ええ、一人で孤独じゃないですか。こんな遊び想定していません。心にきますね。あ、もう、え、嘘、始まったよ。始まっちゃった。意外と早かったね。なんかもうちょっとかかるんだと思ったけど、腰が抜けてるっていうね。ってことは私2勝5敗です。あ、どうでした、どうでした。次回はもっと頑張ると思います。お楽しみに。はい、ということで、私は次回も頑張ります。中村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次回は11月の7日土曜日にお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。街は夜の音に響くセレナード、愛をささやく恋人。